あら、隣の奥さん、こんにちは。ああ、晴れてよかった。しばらく天気悪かったから洗濯物溜まっちゃって。あ、やだ、向かいの奥さんも来た。やだやだ、向かいの奥さん悪い人じゃないんだけどね、話がほんと長い。もう捕まったら最後だから、周りの奥さんからはこう呼ばれてるの。絶望。はい、 YouTube ご覧の皆様、いらっしゃいませ。チャトラシロ真ん中分けでおなじみのカリンだよ。そしてどうも、北川景子です。はい、二人合わせてもし抜こでございます。はい、パチ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 。それにしてもカリンちゃん、この静止画で一体何が始まるんだよね。今回から、うん、まあ毎回じゃないんだけれども、うん、ちょっと裏話をしようかなと思ってるんだよ。あー、なるほど、作った動画の裏話だよね。うん、そういうこと。より内容を知ってもらって、動画をもっと楽しんでもらえたら嬉しいよね。そうだね、もっと楽しんでくれたら嬉しいな。それでは行きましょう。今回の裏話のキーワードはこちら、デンデン、絶望。はい、今回はですね、特にこの絶望というところが気になったところかなと思ってます。うん、気になる。動画の中では長話をする近所のおばちゃんに捕まった時の表現を絶望と呼びました。うん、これは3人で悩んだよね。そうそう、最後なんていう言葉で締めようかすごい悩んだよね。うん、もう3人でもう30分ぐらい考えたんじゃないかな。そうだね、それぐらいは考えてたよね。これはね、もう珍しくカリンちゃんが出したんだよね。いや、いつも出してるじゃん。そうだったかな。でもナイスアイディア、ありがとうだよ。記憶を振り絞ったね。うん、それはそうと、カリンちゃん、どうしてこの絶望という言葉が出てきたんだよね。これはね、嘘か本当かよくわからないんだけど、うん、テレビで言ってたんだけどね、うん、吉田沙保里選手っているじゃん。おー、レスリングの。そうそう、その吉田沙保里選手が現役時代強すぎて、うん、中国の選手がつけたあだ名が絶望なんだって。そうなんだよね。それだけ吉田沙保里選手が強かったっていうことだよね。ほんとそうだよ、日本人としてはとっても嬉しい言葉だよ。はい、ということで今回の裏話はここまで。またさ、なんか裏話あったらこうやってお伝えするよ。うん、またこういう話聞きたいとか、こういうことやってほしいとかあったら、ぜひコメントに書いてほしいよね。はい、ということで今回の動画はこちらで終了。はい、皆さんありがとうだよね。ありがとうだよ。もしこの動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくだよね。じゃあ、じゃあ明日はどんな動画作る？もう晴れたらあの動画を作ろうかな。わあ、すごい、チャイちゃんの中ではもうアイディアあるんだ。チャイのアイディアは無限。嘘だ、こないだアイディア出なかったじゃん。あれ、そうだったかな。うん、